吉シ家帝は、ベトナム元朝の初代皇帝。意味名は、玄福英元朝は、一世一元の姓を採用したため、知性の年号が皇帝の通称となった。ザーロンは、吉高のベトナム語読み。17世紀以降に、ベトナム南部を支配した、江南元氏の出身。京京23年、西山島の乱により元氏は滅ぼされたが、 元福永だけは過労じて逃げ延びた。その後シャムなどの支援のもと幾度となく、西山町に挑むが失敗した。高中2年、フランス人宣教師、ピニョウドベーヌの集めた傭兵を得て、家庭、不春、木一氏を次々と攻略した。1802年に、西山島の最後の君主の元光を滅ぼして、東不春に定めて、江南元氏を再興し、年号を吉高と改めた。 義シ三連には、真のカキョウから、越南国王に封ぜられ、越南を正式の国王とした。元朝は最初真に南越号を求めたが、カキョウは越南という国王を与えた。このことは、南越という国王に、元朝の領土的野心を警戒したという見方もある。治世中は清に習って、国内制度の整備を進め、吉高律令を定めた。 上天査制高徳寿人官共催高市翼成淳、元高高合宗氏乱順天京商工広司か、貴人戦時慶徳宅元高校高合陳氏、特比はじむし表彰儀、ゲーム田明良林氏ぬぐえ小姿藩士、六小姿、講師より明洋装氏淳小姿芸氏頻用氏、琴陽氏用美人、帝宇直予美人陳氏、彩り美人外し秋美人芸氏英美人藩士、

玄福広翔昭君王玄福。広翔公玄福春勝ね信君王玄福。安喜び君王玄福次参公。玄福すばる。平安志丹栄長公主玄福兵演玉。慶保六上和町公主元福玉。明良天聖室公主元福玉陳歩順上栄。町公主玄福玉。乗りかず日吉公主元福玉岩安和太町公主玄。福玉。 あるン、祝公主元福玉急義和行き清田長公主元、福玉康、吉定礼夫都市長公主元福玉康静か厚、敏公主元福玉民定移公主元福玉、慶定和短官公主元福玉、王女元福玉、王女元福玉理獣清子公主元福玉、王女元福玉、平家王女元福玉。ありがとうございます。